それでは準備が整いましたので勝利者インタビューを行います。会場の皆様、 VTV をご覧の皆様、この試合で勝利した日立リバーレ14番入澤舞選手にお話を伺いたいと思います。まずは本日の勝利おめでとうございます。地元埼玉での V カップ予選ラウンド最終戦となりました。試合を振り返っていかがでしたか？最終戦ということもあり、自分たちが 今までやってきたことを思い切りぶつけようと話してきて、それで今日思い切りみんなでできたのでよかったと思います。この試合、入澤選手はサービスエース4本、サーブ効果率が 30.3% でした。効果的なサーブで相手を崩し、チームの勝利に貢献されました。ご自身ではどう感じていますか？自分のサーブで流れを作れた後にちょっとミスをしてしまったのが心残りではあるんですが、ちょっとチャレンジした打ち方とかができたので、そこは良かったと思います。最後に会場にお集まりの皆さんと、VTV をご覧のファンの皆様へメッセージをお願いいたします。
本日は応援ありがとうございます。V カップは今日でリバーレは終わりますが、また1ヶ月後にクロア式があるので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。日立リバーレ入澤舞選手でした。今一度大きな拍手をお送りください。